福開花メルマガ2019年8月19日お楽しみ様です。一般社団法人開花 GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開花より応援しています。本日の開花メッセージ、私と親との間のエネルギーが変わった時前編。今回は前編後編でお伝えします。親のせい、人のせいという人生から、うわー、すべて自分だったんだという概念へ変わった瞬間、親に批判、攻撃的だったところから、うわー、これだけのことをしてもらってるんだ、このおかげだったんだと変わった瞬間、そのお話です。親のせいにしていた時は本当に本当に苦しく、言い訳がましく、自分で人生を作っている感がない、経済状態も大変、今はいろいろな人間関係が本当に本当にありがたい状態です。前編は母に対して変わった瞬間、後編は父に対して変わった瞬間、本日は母に対してエネルギーが変わった瞬間です。高校の頃から母に反抗したいけどいい子でいることを選び続け、ずっと反抗心を持ち、その反抗のヘルツでさらに反対されるエネルギー、束縛のエネルギーを感じつつ、私自身が結婚に至る28歳まで反抗のエネルギーを持ち続けていました。表面上はやり取りをうまくするけれど、言われるとうるさいと思う、介入してくるなど不満の塊を体内にいつも持ち続けていました。妻が第一子を解任し、2004年の2月頃生まれるだろうということだったのですが、2003年の12月、産婦人科に検診に行った晩、トイレに行った時におしっこが止まらなかったそうです。それがおしっこではなく、なんと羊水。予定日より50日近く前の破水でした。赤ちゃんはまだ肺が出来上がっていない。救急車で栃木県の自治医大病院へ運ばれ、肺を作り上げる3日間は羊水を漏らさないように、トイレにも行けない、ベッドに横たわる状態。体内の1日は保育器の1週間だからという緊迫状態でした。そしていよいよ陣痛が始まったのは入院3日目、予定日よりも45日も前のことでした。23時頃から陣痛が始まり、助産師さんに言われるがまま、私は妻の骨盤が開きやすいように尾底骨のあたりをじわーっと押すこと1、2時間。この時の妻の真剣な姿、真剣どころか、いつも天然で自然な笑顔で笑って穏やかな妻が、ここまで命がけというのでしょうか、笑顔は全くなく、神妙な 100% どころか 1000% を生み出すことだけに全精力をかける。私の空手の試合や合宿など比べ物にならんな。試合や合宿は辛すぎたら手を抜くこともできるけど、出産は後に引けないしと思いながら、同じ部員を応援するつもりで真剣に応援していました。いよいよ分娩台に上がり、妻が赤ちゃんへスルーポンって生まれてきてねと語りかけてきた通り、
陣痛から3時間ほど、真夜中の2時53分、1000% の意識を生み出すことに専念して、無事に長男が地球の空気を吸うことができました。初めて見る小さな小さな指、大二くん、お父さんだよ、生まれてきてくれてありがとう、涙目で見ていました。そしてこの瞬間、ああ俺ってお母さんからこうやって生まれてきたんだ、どうあがこうが、どう反抗しようが、俺ってお母さんの子だったんだ。この時の涙で今までの反抗心が一挙になくなってしまいました。あれだけ真剣に、真剣を超えた命がけで、やめることができずに生み出すだけに専念する、そのエネルギーで手のひらに乗るようなちっぽけな俺を生み出してくれた。その後の人間生活での不満なんてそこと比べれば全然小さい。翌朝、母に電話で無事生まれましたと報告して、母からおめでとうの言葉でまた号泣。その日は楊小明さんのお腹の赤ちゃんとお話ししようよ、生まれた赤ちゃんとお話ししようよを読みながらずっと泣いていました。人間だから日常生活をしていれば不満や暴言など嫌な思いをすることもあるけれど、ものすごい思いで生み出してくれている。辛かった時、それは親のくせにと思っていた時でした。でもそれって、私は子供ですというエネルギーから見ているから、親のくせにというエネルギーを出しているんですね。親以前にそもそも人間、ここの関係がほぐれないと、おそらく40歳になっても60歳になっても自分の親のことを親のくせにと思い続け、永遠に自分のことを親から見たら子供のエネルギーという関係を私が作っていたんだなと感じています。懇意にしている看護師さんから聞いたことがあります。入院されている80を過ぎたおばあさんが60歳近い息子に向かって、私は息子をダメに育ててね、親子のエネルギーを子供のくせに親のくせにの関係のパラレルワールドにいると、何十歳になってもずっとそのままなんですね。親である以前に、子供である以前に、人間であり人間である以前に、私たちは意識体であり魂データであり、ヘルツ同士、周波数同士です。どのような波を広げ、どのような波の重ね合わせで自分のデータをどのように高めていくか、これが魂の成長であって、親のくせにというエネルギーを持っていると、そのパラレルワールドで何十年もあっという間に過ぎてしまう。量子のレベルで、素粒子のレベルで見たら、お母さんはいません、お父さんもいません。あるのは意識の素粒子であるフォトンの振動数だけ、魂データだけです。たまたま脳みその認識でお母さんがいる、お母さんのくせにと思っているだけなんですね。そこに気づき
自分自身の周波数帯を上げていこうとなると、どんどん生きやすくなる。そう感じています。次回は後編、父との関係エネルギーが変わった時です。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では、皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。